警察は、ドイツ民主共和国が有した準軍事組織。内務省に所属し、主に、ドイツ連邦共和国を対象とする、国境警備任務に従事した。1946年12月1日、建国間もない東ドイツにおいて、ドイツ内務管理局の部局たる国境警察が設置される。1952年5月12日、内務省及び国家保安省の G1、 52号命令に基づき、国境警察は内務省部局たるドイツ人民警察本部の指揮から外れ、国家保安省の部局となった。同年8月1日、ヘルマン・ガルトマンが長官に就任する。流言島近くを航行する、国境警察の巡視艇1955年12月1日、内部国境以外の外部国境の警備任務が、在独ソ連軍により、 国境警備隊に引き継がれる。1961年8月13日、ベルリンの壁の建設が開始され、東ベルリンイコール西ベルリン間の国境が封鎖される。その後間もなくして、国境警察は国防省の指揮下に移った。国防省遺憾時に、国境警察は警察組織から軍事組織に発展し、国家人民軍の編成たる国家人民軍。 国境警備隊となった。しかし軍縮交渉の折に国境警備隊が軍部隊とみなされることを防ぐ目的で1961年9月15日にはドイツ民主共和国国境警備隊と解消している。国境警察に存在した非合法活動部隊である偵察局は1961年12月31日まで存続し、 1962年1月1日から、国家保安省偵察総局に組み込まれた。ディードリック、エラート、ウェンズキー、インダイオンストデアパルタイ、ハンテブクデアビワフネトン・オーガンデア DDR、CHR、リンクス、ベルリン1998、ソルター、ゲルハルト、グレンズパリーズソン、カンフォアマタット、バーウェイゲルムントリプレッションインデアグレンズパリジー ウントデン・グレンズ・トラパン・デア・ディ・ディ・アール1952ビス1965ベルリン CHR リンクス・バーラグ2009 ISBN 978から3から861535294ありがとうございます